日本東京都新宿区かぐらが子かぐらが子は東京都新宿区の町名。住居表示実施済み地域であり、町名の設定がない単独町名である。郵便番号は162-0823。かぐらが子は飯田橋駅の西側に位置するごく強小な町域を持ち、ほぼ全域を東京都飯田橋庁舎が占める。かつての江戸城の外堀である飯田湖があったところで、 地名の由来は、飯田号に置かれた神楽橋による。堀が埋め立てられた跡地には、再開発により、駅ビル、飯田橋セントラルプラザが建つ。このビルは、新宿区と千代田区の両方にまたがっている。飯田橋セントラルプラザは、飯田橋駅に直結している。飯田橋セントラルプラザの下層部は、ショッピング街、飯田橋ラムラとなっており、上層部には、東京都飯田橋庁舎と、 住宅棟が作られている。このうち、事務棟は、新宿区、住宅棟は、千代田区に属しており、住宅棟の人口は、神楽らがの人口には含まれない。また、同建物内の千代田区との草会部には、草会ホールというスペースが設置され、大きなステンドグラスがある。飯田柱村の住所は、神楽らが一の一である。飯田号には、 地名にもなったかぐら菓子と呼ばれる洋上があり、第二次世界大戦後もしばらく使われていた。この洋上は、隣の新宿区揚げ場町の由来にもなっている。しかし1970年代以降の水質を抱くなど、環境悪化により、飯田号は埋め立てられ再開発されることになった。飯田号の埋め立てと再開発に伴い、1983年8月6日に、 堀跡部分の千代田区と新宿区の境界線が変更された。境界変更は、両区の面積が変わらないように、千代田区飯田橋4丁目の一部と新宿区神楽橋の一部を、当面積交換する形で実施された。従来は、堀の中央が境界だったが、変更後は堀跡の南側が、新宿区神楽橋、北側が、千代田区飯田橋となった。これにより、 堀跡に建設された飯田橋セントラルプラザの2つの建物のうち事務棟が新宿区、住宅棟が千代田区にそれぞれ属することとなった。1988年2月15日、近隣の上げ場町などと共に住居表示が実施され、実施後も旧来の町名が残された。飯田号の埋め立てと暗渠化には反対運動も起こった。 地元の材木店が拠点となってテントが張られたり、また歌手の加藤と紀子がこの保存運動の応援に駆けつけたりした。近年は今後の再開発計画にかつての飯田号の水辺環境の再生を取り入れる飯田橋かぐら坂水辺再生構想も提唱されている。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。